スイングを固めるっていうのは、うん、自分が打ちたい球があって、うん、それに対して打ちたい動きが自分で理解をして、うん、それで実際にその球を打ってみてできそうだなと思って初めてセメントを入れるわけ、うん、平井博明のワンナップゴルフ。だからこのスイング気に入った好きだって言ってでこのスイングができたらこの球打てるだろうで固めるっていうのは良くない。どうなるか分かんないから難しいとこなんだけどどう固めるか要は動きを意識して固めるっていうのはすごく怖いことで、うん、例えばドローを、うん、たまにはフェードにするかな3球用意して、うん、あの球打ちたい、うん、同じ球出た、うん、おまけのフェード、うん、まあ3球同じ球だとします、うん、って言ったら初めてスイングが3つ同じスイングになったわけ、うんうん、あれで固めていくの、うんうん、要はあの球を見てスイングを意識しなきゃいけない、うん、だから先にこうバッバってやるのもいいんだけど、うん、やっぱりなんだかんだコースで通じるのって球筋なんで、うん、自分の球筋を決めて気に入ったらその動きに対してこう行ったり来たり球筋を見てスイングを見て球筋を見てってこうやっていくと、うん、どん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 スイングって固まっていくんで、うん、まずは自分のベースとなる球筋っていうのを見つけなきゃいけないね。どういうものを基準にゴルフを組み立てていくのかっていうふうに考えていかないと固められないんで、その意識を持ってやってみてください。何でもいいんです固めれば。でもあれだよね、スイングがいいか悪いかで言うからそうなっちゃうだけであって、そう、いい悪い、スコアが出れば何でもいいってことだよね。でもいい、すごい変なスイングでも、そう、何でもいいわってことでしょ、うん、だって俺初めてジェフと回った時に、うん、ジェフいきなり65とか66ぐらいで回ったんだけど、うん、ジェフのトップってここだからね。え、そうなの。そうだよ、低いの。そう、満引く、こうフルスイングだよ。ただドライバー入ってないの、ブラッシー2番ウッドが入ってるのね、うん、入ってたの、うん、ブラッシーで280ぐらいいくんじゃない。だから関係ないんだよね。だそれでずっと同じ球打ってんだったら強いから、うん、だからそこを気にする方がやっぱ、まあ、多少ないとも多いじゃない、うん、スイング、うん、こうなってた方がいいんだろうみたいな、うんうん、だからそれをちょっと一歩ちょっととどまって置いといて、うん、本当は自分の打ちたい球筋は何だろうというふうなところから考えていくのも面白いかなと思うけどね、うん、そうなんだね。そうか、そっかそっか、スイングとスコアが別になっちゃうとダメってことだよね。ダメだね。ね、うん、走るのはさ、うん、どんなフォームでもタイムしかないじゃん。あ、別で考える人いるのかな、走方がかっこ悪いタイムが出ないみたいな、なんなんつうの、そういうところ。タイムが出ない理由を、うん、走り方、姿勢を変えるとか、うん、フォームを変えるとかっていうふうに、うん、こう分析していくってこと、うんうん、トップランナーとかになるとありそう、ね、あるあるあるあ る, ある、それは当然そう、ね、当然そう、うん、でもそのまあ普通に4時間切る3時間半切るとぐらいだと多分、まあ、ある程度は大丈夫、多分そう、気合いでいけそうな気がするね。気合いなのか分かんないけどさ、変な話、80代だったら全然いいからね。あ、なんでも？もう気にしなくて。あ、そう。うん。右行くなら左向いて打てばいいぐらいの。うん。むしろね、上に行けば行くほど気にしないと思う。ああ、うん。だから、トップ選手同じスイングがいないっていう答えね。そうか。あ、そう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 。何をもっていい悪いとするのか。いや、それ、そうよね。うん。自分が気に入る気に入らないと狙ったところに打てる打てないは別ってことだよね、うん、ミスショットが出るナイスショットが出るのスイングっていい悪いじゃないからね、判断は。ああ、出来上がったものに対していい悪いだから、全部芯食った球を打てる人のスイングをいい悪いって判断するっていうのは初めてだからね。ああ、なるほど、うん、そうかそうか、芯食った時にどうなるか、そう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 。だから芯食ってスパーンって打って、うん、あ、ちょっと右行った左行った、じゃあ何で、いい悪いだから。どこ直すなんて。そう。
そもそもシャンクとかダフリとか、うん、そういうものには良い悪いの判断にならない。ダメだから。良い悪いじゃない。ダメ。ミスなんだから。で、救えないミスじゃない、それ。うんうん、うん、うん。だからそれは判断基準には入らないよってこと。あ、じゃあどんなんでもいいからまず当たるように、うん、いっぱい打ちなさいよってこと？そう。だから、良いスイング悪いスイングの判断を今からするとして、うん、ああ、やっぱ、悪いスイングだ。これは悪いスイングとかじゃない。そういうレベルじゃない。ああ、そういうこと。そう。いい悪いってそうじゃないから。いい悪いって、うん、ドローを打とうとするよ、俺。うんうん、若干フェードしたで、うん。このことを言ってるから。あ、そうなんだ。あ、何が悪かったの？ドローを打てない理由は何？だから、ドローを打つには、いいスイングじゃなかったよね。悪いスイングだったよね。だからそういうところを直さなきゃいけないって初めて判断だから。あれが例えばトップした、シャンクした、スライスしたとかだったら、うん、もう判断基準外だから。はぁ。うん。だから悪固めとかそういう問題じゃない。その基準に入ってこないよね。そういうことなんですか？そう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 。いい悪いってそういうこと。だから、例えば、さっきの大田振り、うん。あれなんかいい悪いの判断じゃもう、いい悪いだけだったら悪いに決まってるじゃない。あれでいいわけがない。そう。例えばタイミング一つのズレにしても、うん、そう、そういうこと。そうか。うん、じゃあ、まず、悪いって思われるところまで来ましょうってことじゃない。そう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 。いい悪いの。いい悪いに入らなきゃダメよ。まず、スタートラインに立たないと。そう。まだみんなジャージ脱いでないから。そうなんだ。え、それスコアで言うと、いくつぐらいの人なの？そのダフリシャンクが出ちゃうの。大体。90以上だよね。あ、以上？以上。80代、80代、70代、60代になってきたら、もちろんその、ダフリとかトップはあるけど、うん、ダフリっていうのはほとんどないからね。ちょい髪はあるよ。だけど、ボフはない。はない。あ、そうなんだ。それぐらいになってからですか？ですよ。あ、そういうことですか。うん、だから、何も入れないでって言うじゃない。そこまではね。そう。固めるとかの問題じゃ、セメントも入れないでって。そういうレベルじゃない。まだ。クラブヘッド動かす、動かさないのレベル。多分だけど、うん、100代、90代の方にヘッド動かしてくださいって言って、うん、ヘッド動かしたら調子が上がってきたって言ったら、うん、70代になってきて、うん、あ、スイング固めるの忘れたっていうぐらい、うん、ヘッド動かしたり当たるから。それぐらいヘッドが動いてないってことね。全く。そういうことだよね。人を動かすってもっと考えてくださいと思う。これヘッド動いてない、うん、これ動いてるっていうのがまず分かんなくてダメだし、うんうん、本当にこうやって自分の周りをこうやってヘッドが動くことができない、うん、やろうとしない方もいるし、なんかね、うまくできない方もいるんだけど、うん、素振りでこうやってできるんだったら体の問題ではないってことよ、うんうん、絶対できるんだから、うん、何かが邪魔してる。だから進行方向に全てが同じ動きでこうやって動いたらヘッドは走らないし、うん、こうやってなってた方がヘッドは走るし、そういうだからポイントポイントをあれって気づいた人はポン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 ってやっぱ行くんね、うん、こういうのもそうだし、だからそういうのがスイングの基本となってきてヘッドが動いてくれば何を入れるでもなく内ショットは出てる、うん、それを考えながらやっていただきたいですよね、うん、スイングっていうのはいいも悪いも判断するのはそこそこの球が打ててきて、で大ミスではなくて、うん、例えばちょっとしたズレとかそういうものに対していい悪いっていうのを判断する。悪固めはないんでガンガンやってください。とりあえず自分の打ちたい球を打つようにイメージしてやってみてください。はい、じゃ気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。